お世話になっておりますサイド B の本田です。11月の下旬になるとアマゾンや楽天などの通販だけではなく家電量販店イオンなど多くの場所でブラックフライデーセールが開催されます。アマゾンでは11月27から先行セールで11月29から12月6日が本セール、楽天ではアマゾンより早くて11月21から11月27で実施されます。ビッグカメラなどすでに始まっているところもありますね。もともとアメリカでサンクスギビングデーの翌日の金曜日に行われるセールが広く普及して現在に至っているものなんですけれども、経緯はさておき、1年で一番大きなセールという理解でおおむね問題ないと思います。サラリーマンであれば冬のボーナス前の時期でタイミングがあんまり良くないのかもしれませんけれども、ボーナスとは無縁な我々にとっては時期など関係ないただのおやすり、むしろ上手に経費を使ういいタイミングだったりするんです。今回はブラックフライデーセールの軍資金、私はこうやって決めているというざっくりした計算方法をお伝えいたします。ブラックフライデーセールの資金は年内に使うべき経費の金額とリンクしているので確定申告のシミュレーションみたいな部分もあります。なので今年提出した確定申告書の控えとかデータを見ながら考えると随分分かりやすくなるんじゃないかなと思います。さてまずは経費の大まかな現状を見ていくことになりますけれども、使うべき経費を考える上では収入・売上がいくらかっていうのがスタートになります。ブラックフライデー時点では11月・12月の売上は未確定なので見込みで年額を出すことになります。これでもある程度どんぶりで問題ありません。収入から経費を引いたものが所得ですね。ここから所得控除をしたものが課税所得です。課税所得がいくらかによって所得税額が算出されると、まあこんな流れですよね。今回は税額控除については考える必要はありません。経費もすでに使ったもののほか家賃や光熱費、通信費など月額のものはある程度予想もできますし、去年の決算があればイメージもしやすいんじゃないかと思います。所得控除は基礎控除、青色申告特別控除、社会保険料控除、生命保険料控除などいろいろありますけども、去年の確定申告書の控えがあれば控除額がわかるのでそれ基準で考えてもいいのかなとは思います。例として概算した結果、売上である収入が600万、経費が300万、所得が300万、所得控除が150万、差分の150万が課税所得という場合で考えます。ここでよし一丁ブラックフライデーで150万使うかという江戸っ子スピリッツで課税所得を全部吐き出してしまうと大変なことになります。心の中の江戸っ子はしばし封印しておいてください。ではこの例の場合に私が実際どういうことを考えて使うべき経費を決めているかっていうのを説明していきます。私を含め行政書士の大半は個人事業主ですので生活費なんかも考えなくてはいけません。所得控除の項目のうち基礎控除48万円と青色申告特別控除65万円を合わせた113万円、月額でいうと9万4000円ぐらいですかね。
私のような独身の引きこもりなら月9万もあれば生活費には十分ですけど、さすがに足りないと考える行政書士の方が多いのかなと想像するところです。なので所得と経費のバランスをどこで見るんだということになりそうです。それからインボイス登録をしていると消費税も考えなくてはいけません。先ほどの例だと売上600万の 10% で60万、経費300万の 10% 弱程度、ここでは仮に25万としますと、これを引いたのが納税見込み額35万ですね。これは残しておく必要があります。本来は売上600万の場合、本体価格が600万プラス消費税 10% となるので、消費税は別枠での計算になるんですけども、今回は消費税の支払いでまとまった額が必要になるから残しておかないとダメよという趣旨だとご理解ください。さてさて、では実際にこの例だとブラックフライデーセールの軍資金として私ならいくらぐらい経費を使うかですけれども、30から40万円程度となります。江戸っ子スピリッツは鳴りを潜めてますけども、なかなかどうしてがっつり買う感じになりますね。 MacBook とかいっちゃいます？基準になるのは所得290万円未満になるような経費の額です。所得控除する前の所得が290万円を超えると個人事業税が課されますので、これを意識して年内に経費を使う、すなわちブラックフライデーセールの予算にするということですね。今の例だと10万円でいいじゃねえかとのご指摘がありそうですが、そもそも11月12月の予測も含めた概算である関係上、ここで経費をギリギリの10万にして確定申告時に細かく計算したら所得が290万円を超えちゃったなんてことがないように余裕を持たせるということですね。そしたら今度は余裕の部分が20万とか多すぎやろ、足し算できんのか、小学校からやり直せボケというツッコミであふれそうですけども、このあと年内に飛び込みの依頼が来たせいで290万を超えたとかも嫌なので、多少業務分ぐらいの余力を残して経費を使う、結果3、40万は使っておくべきみたいな感じです。人によっては事業税はもう払うっていうことにして、課税所得330万円や課税所得695万円といった所得税率が変わるラインっていうのを意識するっていうのでもいいかもしれません。それぞれの状況に鑑みてどのラインを基準にするかをご検討ください。先ほど MacBook とか口走っていましたが、デジタル機器は型落ちリスクもあって、古くなるもんじゃなくて、かつ急になくなったら困るっていうものを中心に、安くなっているこのタイミングで買っておくってのが望ましいかなというところです。サイド B の動画でも多くの仕事道具、文房具、ガジェット類などを紹介していますので、ぜひ参考になさってくださいませ。ということで、ブラックフライデーセールの軍資金いくらにするかっていう私の計算方法をご紹介いたしました。視聴者の皆さんも適切に予算を見繕ってブラックフライデーセールに参戦してみてはいかがでしょう。ご視聴ありがとうございました。